予選最終日4日目の競争後半戦ではまだ逃げは決まらずセンター性の勝利が続く展開となっています現在スタートライン上の風横風から少し追い風傾向になってきました水面状況です第9レースの狙い得特賞を迎えましたバックテレッチがのろくて交差ラは動きありません 明日の準優新戦ベスト二十四をかけまして、現在ボーダーラインは五点四ゼロという状況になってきました。ここは絶好枠に一番のさら松勇紀シリーズ二回目の因線となります。得点率は現在七位の七点六七、一番のさら松が一コースから。前半三着二コースに二番の富田城。三コース三番の山川隆弘、ここ一着取って五点六七の勝負がけです。 そして四コース角市場四番服部強し現在得点率は二十五位の五点二ゼロという状況です。五コースには五番の郷原翔平、ポイントは七点ちょうど準優。新鮮馬等角ペース。六コースに六番の川辺学徒で三対三の枠なりです。スタートまで十秒を切ります。新入隊形はインコースから、一番二番三番、四番五番六番です。 スタートしましまた56コースの2人コースタートを切りましたが出ていくまでのスタートではありません1周1幕、逃げる1番の皿松、マクリンク3番の山川2人が流れた差し切って2番の富田が先頭続いて4番の服部も差してきましたその後ろ現在1番の皿松は2番手争いアウトコーススタートは前提、正常でした。 先頭が2番の富田一方2番たラスい5番の道原内からやってきた外から行くのは4番ハットリと1番の佐田松ですが佐田松はだいぶ流れてしまいました一気にここで1番の佐田松は最高峰まで交代。2番手には4番のハットリ続いて5番の堂原レースは2周目に入りましたこれから2周目1マークの旋回です先頭で抜け出したのは2番の富田2周目バックトレッチへと移っています 1>, 1番のサラマツは現在はエンスト状態になっていますレースはこれから2周2マークで上位算定は2番4番5番です2周2マークの旋回を迎えます2番の富田先頭ホームスレッジへと移ります2番手が4番の服部、ト3番手に5番のゴ原ですなお1番のサラマツはエンストのため失格です 1>, 1番の佐田松エンストのため失格となりました先頭2番の富田が最後のバックストレッチへと移ります2番手追走4番の服部3番手に5番の郷原後方差が開いて4番手3番山川最後方に6番の川部が追走ですこれから最終ターンマークの旋回です 2連単は2番、4番の組み合わせが212.7倍のツ3連単の2番,4番,番, 2. 2番、4番、5番992.5倍です先頭、2番、富田、五輪4番、服部、五輪5番、郷原合、五輪3番、山川合、五輪6番、川辺合、五輪なお1番の皿松はストのため失格でございます。